マイティモーはアメリカ合衆国の男性キックボクサー、総合格闘家、サモア系アメリカ人、アメリカ領サモアパゴパゴ出身、エリート MMA アカデミー所属、元ロード FC 無差別級王者、土涛のサモアンフックと呼ばれる、高校、大学時代はレスリング部に所属、2003年にプロ総合格闘技デビュー、2004年2月15日、 K-1 バーニング2004沖縄発上陸で、アケボの率いる世界連合軍の一人として、初参戦。ワンマッチで、ホリケイに小勝ちを収めた。2004年4月30日、K-1 ワールド GP 2004イン LAS ベイグス、世界地区予選へで、GP 初参戦。1回戦で、カーター・ウィリアムスに 3R で逆転 TKO 勝利を収め、注目される存在となった。 この大会では準決勝で、デューイー・クーパーに、判定負けを喫し、トーナメント出場権を逃した。同年、8月7日の K1 ワールド GP2004、ELAS ベイグス2世界最終予選では3試合中2試合で、個勝利を収め、GP 開幕戦への切符を手にした。2004年9月25日、GP 開幕戦では、ゲイリー・グッドリッチに 1R 個勝利を収めた。 2004年12月4日の K1 ワールド GP2004 ファイナルでは、準々決勝で、ガオグラインゲーンのラシンに、右のジャンピングハイキックを浴び、小負けを起死した。2005年4月30日、K1 ワールド GP2005 イン LAS ベイグスでは、レミー・ボンヤスキーとワンマッチで、対戦、2003.2004年と、K1GP を連覇しているボンヤスキーを相手に不利な、展開ながら、 ダウンを奪い判定勝ち。2005年8月13日、K1 ワールド GP2005 に LAS ベイグス2では、フランソはザ・ホワイト・バッファロー・ボタに小勝ちした。しかし、GP 開幕戦で、ピーター・アーツにに R 小負け。2006年にボクシングデビュー。ボクシングデビュー戦で、ラマー・ステファンズに0から3の判定負けを喫するも、半年後の2試合前では 1R 小で、 初勝利。3試合目も一ティコ勝ちを果たした。なお、もうのボクシングマッチ参戦は、K1 との契約に違反していたが、K1 の谷川貞治プロデューサーが恩情を見せたことにより、特に処分は受けなかった。2007年3月4日、K1 ワールド GP2007 イン横浜で、チェホンマンと対戦。K1 においてダウンしたことのなかった。 本満から 2R に,にサモアンフックでダウンを奪いこがち。試合直前に交通事故で実定をなくしたが、それを感じさせない試合となった。そして1週間後の3月12日、ヒーローズ2007開幕戦名古屋初上陸で、キム・ミンスと対戦し、同じくサモアンフックで TKO 勝ち。2007年4月28日に、K1 ワールド GP2007 インハワイにおいて、 キム・ギョンソック、ヤン・ノルキア、アレキサンダー・ピ・チクノフをすべてサモアンフックで越し、予選トーナメントで優勝。GP 開幕戦への出場権を手に入れた。また、この大会で、モーの長男マイティ・モージュニアも、K1 デビューしたが、小負け。2007年6月2日、ダイナマイト・ USA において、ウォーパスに TK を勝ち。2007年6月23日、 K1 ワールド GP2007 インアンスターダムにおいて、K1 スーパーヘビー級タイトルマッチでセームシュルトと対戦。シュルトの前蹴りとローキックを受け失速し、ダウン寸前にまで追い込まれた。なんとか耐えたが、結果0から3の判定負け。2007年8月11日、K1 ワールド GP2007 イン LAS ベイグスにおいて、ステファンレコと対戦。 レコのテクニックに完封され判定負け。2007年9月29日、K1 ワールド GP2007 インソルファイナル16において、チェ本ンと対戦。2R2 本ンのローキックが下腹部に当たり、試合中断と思われたが、レフェリーはダウンと判定。そのまま0から2で 3R 判定負け。マイティモー側は誤親であると異議を申し立てたが、10月4日に、 K1 競技委員会より発表があり、2R のダウンは、近敵付近に当たった、不可抗力のアクシデントだったとして、ダウンを取り消したが、判定による勝敗には影響がないとした。2007年12月8日、K1 ワールド GP2007 ファイナルのリザーブファイトにて、ポール・スロウィンスキーと対戦。1R に見せ場を作るも、スロウィンスキーの右ローキックで 2RK を負け。 2008年4月13日、K1 ワールド GP2008 イン横浜で、前田慶次郎と対戦し、判定負け。2008年8月9日、K1 ワールド GP2008 インハワイの1回戦で、ジャスティス・スミスに判定勝ち。しかし、ローブ・ローのダメージにより、準決勝を棄権した。2008年9月23日、ドリーム6で、 セルゲイ・ハリトーノフと総合格闘技ルールで対戦予定であったが練習中に負傷し欠場となった。2008年12月31日、ダイナマイト勇気の力2008でセームシュルトとドリームルールで対戦し、シュルトをテイクダウンするも下からの三角締めで一本負けを喫した。2010年3月22日、ドリーム13で 自身のトレーナーでもあるジョシュ・バーネットと対戦。アームロックで 1R1 本負け。2010年10月2日、K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16で、アンドレイ・アルロフスキーの代役として、急遽ラウルカティナスと対戦。1R に右フックでダウンを奪い3から0の判定勝ちを収めた。2010年12月11日、 K1 ワールド GP2010 ファイナルに出場し、1回戦で、ピーター・アーツと対戦するも、パンチの連打で2度目のダウンを奪われ 1RKO、負け。2011年から2012年にかけて、ハイペースで試合を行うも、アーツ戦からキックボクシングで8連敗を喫した。この期間中の試合は主に、セルゲイ・ハリトーノフに 1RKO 負け、ベン・エドワーズに 2RKO 負け、 ラオーマルに 3RKO 負け、リックルーファスに1から2の金差の判定負け、ラウルカティナスとの再戦で 3R 判定負けなどがある。2013年9月21日、ベラトア MMA 初参戦となった、ベラトア100で7戦全勝のダン・チャールズ対戦し、3R にパンチの連打でダウンを奪いパウンドで小勝ち。 約3年ぶりの勝利となった2013年10月25日、ベラトア105でロンスパークスと対戦し、1R にキーロックで一本勝ち。2014年3月8日、ベラトア111のヘビー級、トーナメント1回戦で、ピーター・グラハムと対戦。ローキックで攻められる場面もあったが、3R に今朝固めで一本勝ち。 2014年4月11日、ベラトア116のヘビー級トーナメント準決勝で、アレキサンダー・ボルコフと対戦し、左ハイキックで 1RKO 負けを喫した。2015年12月26日、ロード FC 無差別級トーナメント1回戦で、チェムベと再戦し、パウンドで TKO 勝ち。2016年4月16日、無差別級トーナメント準決勝で、 ビョンヒョンマンと対戦し、ネッククランクで一本勝ち。2016年9月24日、ロード FC033 の無差別級トーナメント決勝戦で、チェホンマンと対戦し、右フックで小勝ちを収め優勝。初代ロード FC 無差別級王座に認定された。2016年12月10日、ロード FC035 で行われたロード FC 無差別級タイトルマッチで、 カルロス・トヨタと対戦し、パンチラッシュで小勝ちを収め初防衛に成功した。2017年7月15日、ロード FC040 のロード FC 無差別級タイトルマッチで、カン・ドングクと対戦し、パウンドデニアール KO 勝ちし、二度目の防衛に成功。ロード FC6 連勝となった。2018年5月12日、ロード FC047 無差別級トーナメントで、 復帰したギルバート・アイブルと対戦。序盤からタックルで倒された後、グラウンドで圧倒され腕ひしぎ十字固めで腕を折られ、1R1 本負け、王座から陥落した。2019年9月21日、VBK1、ヘビーウェイトトーナメントのヘビー級トーナメントに出場し、1回戦でヘビー級に階級を上げた即時に 3RKO、勝利するも、 二回戦でマークゴッドビアーに一、RKO 負けを喫した。ありがとうございます。